久保さん。いや、発信するだけなんですけどね。<laughs> 昨日ですね。昨日かおとといかな。あの、こんなメッセージいただいて、吉江さんはよくライバルはいなくなると言われていますが、どうしていなくなるのでしょうか。日々自分に言い,言い聞かせているものも、なぜやり続けると勝てるのか確信が持てません。長年のご経験からアドバイスいただけないでしょうかと。で、ここに対して僕は、あの、まあ、ブワーって言ったんですけど、で、ここで僕が言ったのが、 あのー、まあそのサラリーマンの方って多分まあ僕いろんな方ご相談乗ってるんですけど久保さんがおっしゃる通りあのー、サラリーマンの人は初月から給料もらえるんですよスキルなくても <laughs> あのけ研修生みたいなね研修生とかね研修生でも時給発生するってどういうことやねんっていうねどういうことやねんっていう <laughs> すごいことですよねでも じゃあ、うん、起業するじゃないですか。起業して、起業生、起業1年目です、みたいなね。給料入ってくるかっていうと、自分でしっかりビジネスして売らないと、サービスとか売らないと、給料入ってこないですね。1円も。<laughs> 1円も入ってこない <laughs>。だから、ここが、なんか、あの、違うところで、まあ、ほとんどの人が、その、何か保証されている、確信を持てないとできない。要は、給料が、うん、担保されているとかね。なんか、 よくネットビジネスでいただく質問もこういうのあるんですけど、どれぐらいやったら稼げますかとかね、うん。何時間働いたら時給いくらですかみたいな質問と一緒みたいな感じで。だからね、これだときついんですよね。で、僕はその、この方になんて言ったかっていうと、あの、ネットビジネスとリアルビジネス、ちょっとみんなビジネスをやってないんで、ビジネスをやってないし見てないんですよ。だから、言ったんですよね。 これもあ、知らないんだ、みたいな。起業して生存できる確率を調べてみてくださいと。これ10年、起業してから10年だったら9割ぐらいあの廃業してるよ、みたいなね。まあもう、2年目、3年目で何パー、何パーってもう出てるんですよ。まあこれ、グーグルの画像検索でもな、企業、えー、倒産とかね、企業スペース倒産とかで検索すると画像け、画像でもデータ、グラフ出てくるし、まあ、10年とかね、いたらもう、ほぼいなくなるわけですよ。 だから、ネットビジネスの場合は、じゃあ、例えば YouTube やってて廃業することってあり得るんですかみたいな。廃業ないじゃないですか。<laughs> でも、リアルビジネスって廃業あり得るんですよ。つまり、廃業っていうのがないんですよ。で、廃業がない世界なのに廃業していくんですよ。みんな続けられないんですよ。それは勝てるに決まってるんですよね。だって資金0円でできて、ランニングコスト0円でできて、カメラに向かって喋るだけでずっとできるわけじゃないですか。なので、廃業リスクゼロなんですよ。 廃業リスクゼロのビジネスなの、情報ビジネスなのに、みんな情報発信しなくなるんで、それは勝てるに決まっとるやんと。<laughs> で、実際僕も見てきましたけど、久保さんも見てきたと思いますけど、久保さんもね、ネットビジネスやって、まあ何年も経つと思いますけど、昔ね、発信していた、昔プロモーションやってた人、今ね、ほぼ誰もいないですよね。なので、 あのー、これは歴史というか自分がやらないと分かんないですよね。自分が歴史を刻んで歴史をこう見てこないとあの本当にいなくなるんだっていうことは分かんないだろうし、うんまあ本当にいなくなりますからね。だら久保さんも分かってるし僕も分かってるんで、あのまあできるっていうところもあるんですけど、でもこれはやりきった人しか分からないし、だ確信がなくてもやるしかないし、なんだろうな。まあだからリアルビジネスと比較した方が早いですね。 うん、だからそれを言いましたけど、じゃあ、じゃあネットビジネスじゃやりたくないんだったら、リアルビジネスやれって話じゃないですか。昔はインターネットのインフラ、テクノロジーがなかった時は、自分で一人で稼ぐってなった時何か事業を起こさないといけなかったわけですよね。だけど、今ってパソコン一台、スマホ一台で、いくらでも事業を起こせるんですよ。情報ビジネスっていうね、情報発信して。だから、このね、なんか、これもね、なんかね、すごい、めちゃめちゃすごいことやんってね、思える人が、 なんかいないすぎるのかなっていう。はい、えー、途中で切れちゃいましたけど、とにかく、とにかく廃業リスクないので、あの、やれば勝てます。もうそれだけです。廃業リスクゼロ。うん。だから自分、なん何やろうな。やればいいだけですね。しつこく <laughs>。いってらっしゃい。